はい、こんにちは、ヤクザマさんです。本日ですけど、ついにマキタからポータブル電源じゃないんだよ、これ。ポータブル電源じゃない、インバーターが出ました。インバーターって何って言うんですか。インバーターっていうのは電圧とかね、周波数を変えるもんなんですけど、まあそれはまあ検索したら出てきます。インバーターって何って検索したら出てきます。これパッと見ね、ポータブル電源に見えちゃうんですよ。だけど実は今回発売されたのはこの下の部分なんですね。でこの部分だけを買っても何の意味もないです。これね、ポータブル電源じゃないんです。まあ、あのカタログの、まあ、開けてみますけど、まあ、こういうやつですね。これですね。この部分が今回発売されました。まあ、インバーターですね。はい。まあ、これが発売されて、いろんな、まあ、出力端子がついてます。USB、ね、USB-C、ね、AC、ね、そして DC、ついてますね。いろんな電源がついてますけど、これに電池が入ってるわけじゃないんです。だから、これはね、非常に勘違いします。だから、パッと見、これだけ見たら、あ、ポータブル電源、マキタ出したんだ、すげえと思うじゃないですか。ね。で、値段も、まあ、先に言っちゃいますけど、値段も8万9500円なんですよ。これね、本当ね、ぼやーっとカタログ見たら、8万9500円で、1400で、安くないってなるわけですね。ちょっと、これ買おうかなと思うわけですよ。でもね、これは、インバーターなんですね。なのでポータブル電源にしようと思えば、なんとマキタから売られているポータブル電源を買わなくちゃいけないんです、ね、今、まあ、ポータブル電源っていうのは2種類出てまして、マキタの方では PDC の1200っていうのと PDC の01っていう2種類が出てます。この2種類を持っている方、もしくはもう買う、一緒にセットで買わないと、ポータブル電源としては動かないということですね。わかりました？わかりました？はい。そうです。まあ、専用の、まあ、このね、ポータブル電源のからケーブルで、このインバータ、今回発売された DC、AC、D、ややこしいな。DC、AC アダプターね。品番で言うと BAC01 っていうね。だんだんなんかわけわかんないな。まあ、そんな感じの、品番なんですけど、が、まあ、稼働しないということなんですよ。ね。これね、惜しい。だから、まあ、ぶっちゃけ話、このね、背負うタイプなんですね、このね、PDC の1200とかっていうのは、こう、背中に背負って、そこからケーブルで、まあ、つなげて使うっていう、まあ、ポータブル電源っぽいもんなんですよ。でっかい電池みたいなもんね。背負う電池ですね。だから、よく、まあ、よく言ってましたけど、前にも言ってましたんですけど、この、背負う電池を背負って変換器をつければ、まあ、歩きながら電子レンジで、温められるっていうね。そんなやついねえよみたいな感じでしょ。そんなやついたらすごいなって思うけど、いないですね。はい。まあ、可能です。基本的に可能なんです。このポータブル電源と電子レンジは接続できるんで、このポータブル電源をリックサックのように背負って、ね、ケーブルで変換器つけて、電子レンジにつなげれば、歩きながら電子レンジで温められます。っていうことは可能なんです。まあ、そういったタイプ、まあ、背負うタイプの、まあ、電源なんですけど、まあ、これをね、この、まあ、リックサックの紐っていうか、を外して、まあ、電源だけの単体にして乗っけるってことですね。乗っけて裏でね、ケーブルでつないでます。ね、ケーブルをこのインバータに差し込むことによって、まあ、いろんな電源が使えるようになるってやつなんですよ。これね、本当ね、どう言ったらいいんだろうねって感じです。僕ね、最初パッと見た時に、わー、ポータブル電源と思ったの。思って、値段もパッと見たら、8万9500円ってめっちゃ安いって思って、買おうと思ったんだけど、ちょっと待ってみたいな感じで、インバーターって書いてあるぞっていうことね。ちょっと待って、インバーターってことはポータブル電源じゃないじゃないかってことで、よくよくちゃんと見たら、上に乗っけるっていうね、電源を乗せて、別売の電源を乗せることによって使えるって話なんですよ。惜しい！いや、そうですね。これはね。で、まあ、カタログ言いますけど、マックパックと同じサイズになってますんで、まあ、どうせだったらマックパックのね、この種類の大きさで電池内蔵で出してほしい。もしくは、出るかもしれないね。こ
これは、うん、だからマックパックの台とかチューとかいっぱい4種類ぐらい、まあ、マックパックって4種類ぐらいあるんだけど、まあその中に電池が内蔵された電池をガシャンって挿すことによってこのインバーターが生きてくるっていうパターン、これね十分あるね。これも多分視野に入れてんじゃないかな、こういったマックパックの形にしてる以上は。今はこのね、今発売されてる電源っていうのはこのね、この PDC しかないんですよ、マキタはね。これをゆくゆくはマックパックに電池が入った、まあ、マックパックの形した電源があって、それをこのインバータに挿すことによって、まあ使える、ポータブル電源として使えます。でしかも、まあ、マックパックの種類って大きさ、ね、4種類ぐらいあるんだけどね、その大きさによって、まあ、結局、まあでまあ、電圧じゃないな、容量を変えれるってやつですよね。まあ、それを4種類とかね、出すんじゃないかっていう予想ができるようになってきましたね。まあ、あくまでも予想ですよね。あくまでも予想。だけど、マックパックの形にしたってことは、それは十分あり得るんですよ。ですから、まあ、こっちの89,500円の、まあ、定価ですからね、のインバーターがあったら、いろんな容量のバッテリーを別売で、バッテリーだけね、要は、電源ですよね、バッテリーだけを別で売って、ね、それを容量、自分の好きな容量のやつを買って、まあ、これにドッキングさせることによって、ポータブル電源として使えると。ありだな、これいけるよ、これ絶対ありだな、まあ、こういった狙いがあってほしい。あってほしいよね。ね、もう本当にもうあってちょうだいって言いたいぐらいの、今現在では惜しいって言いたい、ものが、今回発売になりました。ということで、これだけ買ってもダメだからね、気をつけてくださいね。これはあくまでもポータブル電源じゃありませんので、お気をつけてください。本当ちょっとショック、僕もね、いや買おうかなと思った、よーく見たらなんか上に乗ってるなと思ったんだよね。惜しいな。まあまあ僕的にはね、まあ、ポータブル電源っていうのは今ね、まあまあ流行ってて買おうかなっていう人もいますし、僕もたまに欲しいと思う時あるんですよ。こう年に1回か2回ぐらいで、いろんな友達とかも持ってる子いるんだけど、ポータブル電源買ったはいいけどいつ使うんだって話なんですよ、ね。まあ、キャンプにねそんなにしょっちゅう行くわけじゃないね。災害がしょっちゅう来るわけじゃない。で、1年に1回停電するかしないかもわからない。ね。じゃあ、停電したらポータブル電源出してきたーと、停電治ったみたいなね、パターンがあるかもしれない。ってことは、1年か2年経ったら、また新しい高機能なポータブル電源が出てくるんですよ。なので、まあ、買い時もわからないし、容量もね、わからない。で、年に1回か2回、使うかどうかもわからないのにポータブル電源を買おうかって、まあ、思わないわけですよね。で、まあ、僕としてはやっぱし、まあ、持っといてもういいかなっていうレベルの金額設定にしてもらって、あとは容量をね、今回のようにもしマックパックの大きさで容量が4種類ぐらい出てくるんであれば非常に助かりますよね。だから、まあ、でインバーターが一つあってマックパックのでっかいやつとかでどん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 電源を足せるっていうね、いろんな電気を足していって容量がバカほど自分でいろんな容量を選べるっていうようになってくれば、これはマキタっぽいですよね。はい、まあポータブル電源っていうのはね、ちょっとね、まだまだ僕からしたらまだね、しょっちゅう使うんであれば買いなんだけど、まあ、僕的にはねまだね欲しいと思ってないんですよ、ね。停電そんなにしないでも停電待ち結構してるんですよ、台風来たら。停電したらもう本当にこんなライトとかワークライトがいっぱいあるから、これで、ね、停電してんのにあっこの家だけ停電してないように見せたいんですよね。だけど停電しないんだよ、うん。まあほら扇風機とかエアコンとかもあったらいいとは思うけど、うん、その年に1回か2回あるかないかわからない、ね、災害とかのために、要は何十万っていうお金を出してポータブル電源をねまだね揃えようかなと思わないわけなんですけどね。まあ、こんな感じで、まあ、牧田さんの場合もしかしたらですよ、もしかしたらだけど、まあ、インバーターを別にしておいて電源、ね、要は電池ユニットだけを別で、各種いろんな容量のやつを売り始めたらこれは面白いかもしれない。ね、はい、ということで、今日は牧田から DC AC インバーター
BAC01 が発売されたんで、ご紹介しました。ということで。